お世話になってます。ハイエースサローです。今回はアマゾンのタイムセール祭りということで、今回もハイエースのおすすめアイテムどんどん紹介していきたいなと思います。まずエントリーですね。ポイントアップキャンペーンということで、このエントリーすることで、1万以上のお買い物をするとかなりポイントを還元されますよということで、購入する前に必ずこちらにエントリーしてください。それでは早速行ってみますが、皆さんにいつもおすすめしているこの土屋エアクから出しているハイエース専用設計のエアコンドリンクホルダーが、まずね一つ目として挙げられるかなということで、もうね何回も耳にタコができるほどこれおすすめですよというふうに言ってるんですが、まあ専用設計であるということで、絶妙なクリアランスプラスいろいろなドリンクが入れれますよと。ハイエースのドリンクホルダーあるんですけれども、まあ、エアコンの前ではなくてナビの前にあるということで、とても使い勝手が悪いですから、まずハイエースを購入したら必ずこれを購入すべきかなと思いまして、2980円が2570円と、まあ、前回のアマゾンのセールとそこまで大差はないかなと、同じくらいの値幅率ですね。次、こちらですね。こちらも専用設計のハイエースの電源増設ユニットということで、シガーソケット部分にこれを入れることで、さらには灰皿部分にこれを入れることで、完全に灰皿がこの電源増設ユニットになるという優れものです。これはもうねずっと前から出しているカイメイトさんから出しているものなんですが、値下げ率は、まあ、前回3000円台だったのが4100円とマイナス 5% なので、そこまでね値下げ率があまりないので、もう少し待ってみてもいいかもしれません。でこれのね唯一の弱点が USB ポートが、これも A しかタイプ A しかないので、これがね今タイプ C のものとかがカーメットとかから出すと激アツなんですが、まあ、今のところね純正で設計、まあ、純正に近いような設計で、なおかつねインテリアも損なわないというデザインはこれ一択なんじゃないかなと個人的に思っております。次に、これ自分個人的にすごく欲しいものなんですけれども、サイドバーですよね。私の車はハイエースデラックスということで、これをもうすごくつけたいんですけれども、つけられないということで、これはね皆さんにおすすめできるかな。特にスーパー GL 仕様のハイエース乗ってる方には超おすすめで、こんないろんなね使い方ができますと、まあ、カーテンつけたりとかすることもできますし、アウトドア行くような方はこういった感じでね上にバーをつけることで、さらにこうサーフィンを入れる、サーフィンを置くことができますし、こうサイドにいろいろもね扇風機取り付けたりなんだりとかっていろいろできるので、かなり汎用性は高くなるかなと思います。これは結構値下げ率高かったので一応紹介しておきます。ベストセラーですね。早口で進んでますが、次にこれ前回購入した、泥除けですね。これもまた値段が前と同じぐらいかなと、まあ、でこれ結構ね普段から値下げしているのでそこまでね お得感はないんですけれども、これ今回してまだね実際つけてはいません。ちょっと動画でアップロードするように今撮ってあるんですけれども、なかなか時間がなくて取り付けられてないんですが、これとてもね質感良かったです。実際に触ってみてもそこまでねがっちり硬くなくて、若干柔軟性のあるようなものになってて、意外と評価がこれねあって高いんですよね。ただこれ専用のネジだったりとかそういうのを使わなければいけないので、まあモノタロウとかでね今購入しようと思ったらちょっと納期まで時間かかりますよということで、まあこちらもね純正で買うと1万円前後しますから、そういった面でもね半額以下でできて、なおかつ物もいいってなれば、これも買ってもいいアイテムなのかなと思います。付け次第すぐ動画アップロードしたいなと思います。次にこれも私購入したものでワコーズ D1 ですね。ディーゼル1ということで、インジェクタークリーナーなんですけれども、今回の車検で排ガスがちょっと危ないよと言われていて、これでなんとかね起死回生を図りたいなということでやってみてます。まあ答えはまた来年の車検で出るかなとは思うんですけれども、まあパワーアップすることもあるし、こうアクセル踏んだ時のこのスピードの出方というかスムース感、これもすごくいいものになってます。もう本当にねディーゼルエンジン乗ってる方はとてもおすすめな商品で、まあ、ガソリンに混ぜるだけということで、簡単なんですけれども、まあ、これのねすごいメリットたくさんありますので、まあ、これ1228件の評価もありますし、まあ、細かくは私の別動画でもお伝えしてますので、ぜひね、そちらディーゼル乗ってる方、特にね長く乗ってる方はおすすめになる商品なんではないでしょうか。
次は、ハンドルスピンナーですね。これすごく安くなってたんで紹介します。2700円が1600円ということで、土屋ヤックから出しているこのハンドルスピンナー、実際私もこれ購入して、このジェット井上というものと、比較してやってみたんですが、これはもう安くて万能かなというような印象でした。私は重厚感メインでジェット井上を使ってるんですけれども、この土屋ヤックから出しているものも、これはあれですね、木目調のものもこれ出してて、黒い方は2300円ぐらいだったんですけど、逆に私の個人的に好みなこの木目調のものが1600円ということで、値段が特に安かったので今回これおすすめしておきました。で、次にモバイルバッテリーですね。モバイル電源みたいな、もう3万4万するもの、結構オーバースペックかなと個人的には思ってまして、実際にちょっとした車中泊ぐらいだったら、これで十分ですね。携帯も充電できますし、LED ランタンも充電できますし、まあ、ちょっとした扇風機なんかも動かすこともできますしということで、個人的に電源増設ユニットじゃなくて、モバイル電源、まあ、ほんとコンセント自体をさせるっていうものを必要としたことがあんまりないんですよね。まあ一泊とかの車中泊しかしてないっていうのもあるんですけれども、コンセントを使わなきゃいけないっていうね、まあ、電気毛布使ったりとかしなければいけないというものを使う方にとってはモバイル電源が必要かなと思うんですが、個人的にはこれで間に合っているような状況ですね。次、これもすごいおすすめなんですけど、値段があんまり下がってなかったっていうね、ドアハンドル、ドアノブプロテクターですね。このハイエースのドアノブのところに、つけるものなんですけれども、パッと簡単につけれるっていうのもメリットで、まあシールになってるんですよね。で、1年ぐらい今使ってて、全然、剥がれてきたりとかっていうのはない感じですね。ゴムの劣化もそこまでひどくないです。これをハイエース買った瞬間にやったもので、このね、引っ掛け傷とかを防ぐんですね。よく子供とかね、このあたりね、よくね、爪で引っ掛けて、まあ、自分もそうなんですけれども、すごく個人的には結構この黒悪くないんですよね。外観も引き締まりますし、つけてみて、やっぱりこう安心感も出るということで、値段的にはちょっと今まだ高めなんですけれども、値下がりをするのをじわじわと、変ですね、じっくりと、待ちながら、見てみるのもいいんじゃないでしょうかということで、次はカーティストから出している、スマホホルダーですね。これすごくおすすめで、私これ提供を受けたものにはなるんですけれども、まあ、ハイエース専用設計ということで、ここの穴の部分に直接ガチャッと入れるんですよ。まあ、ちょっとエアコン周りのね、パネルを外さなきゃいけないってのはあるんですけれども、まあ、本当に10分ぐらいで終わる、カスタムになりますが、なんといってもシンプルなんですよ。これだけです。で、落ちたりすることも今のところ全くないです。で、360度回転するということで、なんて言うんですか、前はこのダッシュボード上に取り付けてたんですが、結構視界の邪魔になってくるということで、これに変えてみて、もうね、運転のしやすさであったりとか手軽さ、まあ本当機能性爆上がりな商品なので、まあこれ値段下がってないんですけれども、余裕ある方はこれでもぜひハイエース買ったらつけてほしいアイテムになりますね。ハイエースのスマホホルダーになります。で、これもね、なかなか値下げしないんですけれども、超おすすめ商品で、もう激安商品ですよね。サイドの網戸、両サイドですね、しかも。で、さらにはリアゲートの網戸ということで、もうこれはこれからの時期にぴったりなアイテムになってくるかなと思います。実際ね、車止めて、エンジンを切らなきゃいけないっていうシチュエーションって結構多いかなと思うんですが、そういった際にちょっとドアを開けて、網戸を閉めると虫が入ってこなかったりとか涼しくなるので、これはあって本当に良かったなと。で、Amazon で、値段安いから心配な方もいるとは思うんですが、まあ、星もね 3.7 ってそこまで激高くはないんですけれども、個人的には全く問題ないです。で、取り付け方とかも、解説してますので、ぜひ別動画でチェックしてみてください。3枚で9300円が1枚約3300円ぐらいですか。とてもこれもおすすめな商品になってます。これ値下がればね、もう即買いでもいいかなと思ってます。で、ジャンプスターターですね。で、
ハイエースに限らずなんですけれども、車って結構バッテリー上がったりすることが多いかなと思います。で、実際特にね、こう私みたく、走行距離かなり乗ってる方とか、バッテリーが弱ってる方とか特に、そうかなと思うんですけれども、私自身まだバッテリー上がったことは意外となくてですね、ただ他のこうバッテリー上がってしまった方、現在までで2人ぐらいこれあることで助けることができてます。もう特に冬場とかだったら、こうバッテリー上がったら最悪ですから、これはもうこれをつけることで、まあ簡単にね、エンジンを再起することが、バッテリー上がりを、復活させることができるということで、で1万円なんですが、まあこれ昔安い時本当ね7000円から8000円台で、購入できたので、もっとね値下がりした時に買うのもいいし、またさらに値上がりする可能性もあるので、まあ、持ってない方でね、これいいなって思った方はもう購入決めちゃってもいいのかなと思う商品です。まあ一家に一台というか、まあ車の中に積んでおくと、まあ、モバイルバッテリーとかになったりとかね、そういったメリットもあるので、とても、おすすめできる、これもね商品になります。次はこれ個人的に購入を今迷ってる商品です。トノカバーですね。このような感じで運転席と後部座席の間を仕切ることができると、まあ車中泊にも使えるし、前の座席の冷暖房の効率を良くするという目的でも使えるものなのかなということで、私実はこのハイエースの専用のやつ、これですね、これ持ってるんですけれども、いかんせん取り付けにくいということ、ちょっとこれ一手間二手間で、一回つけたらまた外すのもめんどくさいということで片付けにくいんですよね。なのでこちら購入今検討中です。でこういう風に使いたいのではなくて、2列目ですね、2列目と2室、荷物を置くところの間に入れたいんですよ。で目的はそれこそ、後部座席に対しても冷暖房効率を高めたいということで、私のハイエースね、スーパー GL ではなくてデラックスなのでエアコンがないと、なので特に寒い時後ろにあったかい空気とかが逃げてしまうということで、これがちょうど2列目とさらには2室空間のところの間に入れれるのであれば、間違いなく買いなんじゃないかなとも思ってるアイテムですね。いろいろ YouTuber の方で紹介してる方もいるんですけれども、とてもね簡単につけれて、ワンタッチで上に上げることで仕切りができるということで、今しかもね値段もなかなか安くなってるということですから、まあ多分この手のパターンはもしかしたら普段からねこういうのやってるかもしれないので、ちょっと継続してチェックして、まずはその2列目と2室空間でつけられるのかというところもチェックして購入を検討していきたいなと思います。終盤に差し掛かってきましたが、これねすごく私のおすすめで出てくるんですよね。別にハイエース何も関係ないんですけれども、これですね意外と見たらいいんですよね。もうまさに広告の罠にはまっちゃってるんですけれども、特にこれからの時期足泥ついたりとかね、汚くなった時にもうシューズボックスとして使えちゃうっていうの結構良くないですかね。でベルト式なので頭の方からパッとこうやってかけることで簡単に取り付けができるということで、私のねシートカバーつけてるからここ一体型になってるんですが、よく見てみると一体型のシートでも対応できるということで、今非常に迷ってる商品になります。まあ、なんとなくちょっとね惹かれちゃったんですけれども、これは購入を検討しようかなというアイテムです。ちなみに3段4段5段というものがあるみたいです。で、少しね話はそれるんですけれども、私が今回ね購入したものは、まずこれ定期的に購入するね、こうビールあたりを狙っていきたいなということで、ね、まあまあ安いんですよね。で実際にね重たいというか、なかなか、買いに行くのが億劫だという方はとてもねおすすめになってくるかなと。普段は3300円前後推移しているので、なかなかいい値段ですよね。で、こちらはもう購入しようかなと、これも思っているもので、1リットルぐらいね入る真空断熱ボトルで、これねビールとか炭酸水とかも入っちゃうんですよ。なのでビールの量り売りとかしているところとかでこれを持って、持ち帰れるというのも、まあ、メインではないんですけれども、そういったメリットもありつつ、個人的には職場で今水を持っていく
くんですが、水を買ってるんですが、この中に、ね、自分の家の水道水を持っていけばこれで済むかなと、まあもう1ヶ月2ヶ月で元取れちゃうんじゃないかなということで、まあいろいろ調べた結果、物の良さ的にもこれを選びたいなと思います。まあクリーンカンティーンのもの一つ使ってるんですけれども、まあ 300ml だか 400ml だかでちょっと足りないので、大きめのものも一つ購入しようかなと。でこれ結構車中泊に使えるなっていうのは、この中にがっつり氷入れてけば、その日のねドリンク入れたりとかする時の氷に役立つということで、よくねいろんなキャンパーさんがやってるかなと思うんですけれども、車中泊や遠い旅にも使えるアイテムかなということで、ざーっといろんな商品で10点以上紹介していきたいんですけど、まあ、今回のねタイムセールいろいろね見てみましたが、まあ、なかなかねいい感じで値下がってますね。まあ、これなんかもう実際ずっと5500円で推移してましたから、まあ、これからもいろいろ発掘していきたいなと思います。今後も継続してご視聴いただけるととてもありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。